ここに立ってる女性なんですから、これがバンクリーフが雇ったモデルさんだそうです。なんか細くて背が高くて、なんか隣に行くのが嫌なんですけど、でもちょっとせっかくですから撮ります。これからニューヨークの、ピア30? ピア36というところで、アートエクスポがありますので、お友達の中川さんと一緒に行きます。はい、中川さん映ってんだけど、このアートエクスポなんですけども、世界中の中からいろんなヤングの、アーティストが集まって、そしてそこで展示してるということなので、とても楽しみにしてます。Come with me, let's talk about New York. Cause I don't wanna be strangers, baby. The next time when we meet, and oh, it dawned on me, yeah, yes it did. Not letting you go. え、今ここの会場に着きましたけれども、この会場の様子、後でまたお知らせいたしますね。で、実はですね、このアートショーなんですけども、なんか一番コメちゃんが人気でした。バンクリーフの招待でトライベッカボールに参りました。このビルディングなんですけども、1階から5階まで全部アーティストの人のために、作られております。で、今日はですね、この、アートフェアということで、このトライベッカボール、とても有名な年に一度やるこのショーなんですけれども、たくさんの人たちが訪れます。で、このビルディングなんですけど、もちろん、全てアート、そして、ミュージック、各フロアごとにミュージシャンがいまして、いろんなミュージックを演奏しております。そしてたくさんのお酒です。はい、今入り口から入ったところにこれが飾られてました。なんかグラスの音がうるさいです。今日はですね、それと一緒にファッションチェックもしたいと思います。ただね、はい、これ素敵。なんかこれは豪華すぎて、どういう人がやるのかなと。お洋服はなんかどういう人に合うのかなと、ちょっと不思議ですけどね。こういうのは、こういうピースはどうなんですかね。このピースが取れるんですよね。あー、エメラルドのパーティング。バーに来て、まずはじめにシャンペーンをいただきました。はい、そしてここは5階でバンクリーフの主催しているフロアになります。はい、じゃあちょっと歩いてみましょう。なんかね、アーティストの人がいて、で今もう実際に描いてるんですよ。で、ここにも、ね、ミュージシャンの方が来て、なんかね、いろいろなんかリクエストしましょう。はい、でちょっと見て。 Hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Wow, that's so nice.Oh, I see. So that is. Oh, I see. I see. So the that's ここでですね、座ってここで彼がほらアートを描いてくれるんですよ。ね、ここになんかまだ誰もなしとってね、ここに座ってる、ここに座ってなんか今誰もね。She's not here. Yeah, she's on break. She's on break. Oh, I see. じゃあちょっとだってブレイクしてるって言って、私は代わりに座りましょう。ちょっと。I'm gonna sit.素敵素敵。私ね、絵はね、あんまりね、本当のこと言うと、あんまり興味なかったんですけど、前は。でもね、最近ね、やっぱりアートってね、いいなと思うんですね。本当、ね、ちょっとね、本当真っ白の壁じゃなくても、ちょっとこうコーナーのところとか、柱のところにちょっと置いてあるだけで、全然違うんで。で、それとですね、今日はですね、ファッションチェックもしたいと思います。じゃあ向こうの、ちょっとまた向こうの部屋の方に移ります。あそこで写真撮ってくれます。
ほらみんなで写真撮るらしいですから。びっくりしたんですけど、もうできちゃったんですよ。あ、逆さまだった。今撮ったのが見てください、もうできましたよ。もうびっくりです。またね、他の人も今から撮りますよ。はい、それではですね、ファッションチェックもしましょう。ここに立ってる女性なんですから、これがバンクリーフが雇ったモデルさんだそうです。なんか本当になんか背が高くて、なんか下に高い靴を履いてるのか分かりませんけども、なんか細くて背が高くて、なんか隣に行くのが嫌なんですけど、でもちょっとせっかくですから撮ります。 The beautiful。はい、このモデルさんのつけているこの、ウォッチ、ね、すごく可愛いし、すごく綺麗ですね。妖精が、妖精ですって、まあ、妖精みたいな彼女がちゃんとつけてますけど、はい、それと指輪は、まあ、指輪はなんか普通のジャズですけど、ですけどこのあれがペンダントが、ネンダントペンダントというかネックレスというか素晴らしいですね。でこの彼女も可愛いですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。That's so cute. That's so cute. Yeah, really. Yeah. Especially earring, very good.、ホワイトのドレスにまとってますけど、ここのね、これも素晴らしいですね。見てください。すごく素晴らしいです。はい。で彼女の笑い顔も、はいどうぞ。はい。はい。このネックレスですけども、このネックレスは、$2.69 million ということは、なんかちょっとしたアパートメントが1個買えるかな。ただこのイヤリングをつけていく場所がなかなかないかも、ね、でも素敵ですね。はい、どんどんいろんな人が来ます。チーカー、なんかね、もうの方は絵を描いてますですけど、なんか彼女のコスチュームもなかなかユニークですね。これもやっぱりパフォーマンスの一つなんでしょうか。彼女がアーティストだそうです、ね、最近のねアーティストはね、やっぱりなんかこう綺麗ではないと、可愛くないとなんか売れないんですかね。Yeah, we're from the Japan, the original. The Keiko. なかなかこの彼女がアーティストみたいですよ。なかなかユニークですね。なんかお猿さんがそこにいますけど、あれ日本のお猿さんの温泉に入ってるみたいかもしれないですね。
ったみたいですよ。まあ、彼女もとてもなんか特徴がありますけど、この絵にもなんかすごい特徴が。It's okay? Good! はい、彼女はですね、1970年代のモデルさんだったそうで、ポーズ B。Don't worry, you're okay. Okay, great. So show your picture. So when you were, you know, modeling. なんか今からね、彼女が、モデリングだった時の、写真を見せてくれてそうです。彼女の、さんが、息子さんがアーティストだそうで、それで会いました。はい、シーン見せてください。これが彼女です。なんとなく面影はありますけど OK good and next one next one show me the next one next one other one oh that's good yeah, これがそうです。先にバンクリーフをご紹介したんですけれども、このアートショーにまた戻ってまいりました。なんかずっと会場歩いていたら、とても可愛い日本の、アーティストに会ったので、ちょっとお話を伺ってみました。はい、今回のテーマが夢と挑戦をまずテーマにしております。で、全てこの動物の中の目の中には夢、はい、これかな、はい、ね、思ってるのはなんか刀がいつも入ってるじゃないですか、はい、そうです。この刀の意味なんですか。これは挑戦の気持ちを、この刀を加えさせたり刀を入れることで、その気持ち強さとかを表したことが入ってるんですね。で、先ほど のバンクリーフのアーティストと違って、日本のアーティストの方はセクシーっていうか可愛いっていう感じですね。